お疲れ様です。ナミさん。今日も動画の方を送っていただきましてありがとうございます。今回はブログラジオ、ブロラというね、新しいテーマで送っていただきました。このブロラっていう概念は、やっぱり吉谷拓郎さんが思いついたんですかね。それとも、他にこういう概念があって、それを、まあ、ブロラという形で、えー、こういうふうに、ね、展開されているのかなと思いますけども、えー、その話題とはちょっと違うんですけどもね、えー、ね昨日ね、私、あの、生活総合、 から1億円を稼ぎたいといとうね、えーまあ、ゲストをお迎えした Zoom 対談をやらせてもらったんですよでその Zoom 対談のさなかにまさに対談中にその方に売上がが発生しして入金があったらしいんですよねうんだからやっぱりこの何かをやるってことは新しい自分の道を引くってことなのかなと思いましたし特にお金を稼ぎたいですっていうふうな言ってる人に価値を感じてお金をね投げてくださる方がいると。 非常にありがたいことだと思います。まあ、あの、対談そのものが商品と言ってもいいですからね。うん。まあ、一つ、人の夢を叶えることに、一歩、手助けができたかなって、そんな気持ちになりました。で、そもそも速果塾っていうのは、最初のセミナー、10年前の私の一発目にあったセミナー、そのセミナー中に、いかに売り上げを上げさすかってことだったわけですけども、参加した50人のうち、50人がみんな売り上げ得たっていうね。 そんな速歌塾の第 1, 1話最初の講義があったわけですよ。で、その実績をもとに、えー、第2話、第3話とね、講義を続けていって、気がついたらもう10年以上になっていたということでございます。えー、まあネタを明かせばね、自己アフィリエートっていう方法で売り上げを上げることっていうのは、セミナー中、講義中にできるわけですから、すごくリアリティがありますよね。で、今回のズーム対談も、最近ではね、YouTube でも投げ銭っていうのがあって、 ライブ中にお金が飛んでくるみたいな体験をする人は多くなったと思いますけどもでも今回 Zoom のゲストで来てくださったこのしな田さんって方もねそれをまさに体験したいのではないかなと思います、まあ、こういうふうに自分が何かをやりたいと思ったら応援してくださる方が出てくるんですよねもちろん足を引っ張りたいと思う方も出てきますけどもねでも何かをやろうと思っても足を引っ張られるもしくは応援する方が出るっていうことと 何もやらなくても自分自身が足を引っ張っているというこの現実、どっかで繋がっているのかなと思いながらね、えー、今日を過ごしております。それでは本日もよろしくお願いします。いってらっしゃい。